I think you will understand. Tomorrow I will miss you. All my loving to you. Send all my loving to you. バンディーズ大人の力、今回はですね、京都にあります磁気健康器具の会社セルパーに来ております。そしてお話を伺ったのは佐々木社長です。どうもありがとうございました。今ねラジオ撮らせてもらったんですけどね、ここの会社ユニークで、この健康器具というとですね、まあ一生懸命こう営業の方が頑張ったりね、それから代理店をお願いしたりして売ってるんですけど、ここの会社ね、この磁気健康器具でホームページだけで売れてる、どういうことですか？いや、まあ、気に入った人がいろんな、まあ、お友達に紹介していただいてるんだと思うんですけどね。ということはもう体験の伝わって、それね、今京都ですからね、もうその探すって路地裏にあるうどん屋さんとか、もうその職人さんのうどんしか食べれないという人がいて、それから着物のね、もうこの職人さん作ってもらわないといけないとか、まあ、そういうのはありますけど、言うても電化製品ですよ。電化製品でホームページだけで、ね、でまあ、これラジオで言わなかったですけど、まあ、20万やっぱするわけですよ、ね、それが売れる、どういうことなんでしょうね。あの使った方が手放せなくなるぐらい気に入ってくれてるんですよね。はい、なんでその営業の方とか代理店とかをしないんですか？いや、やっぱり説明できないことを説明しちゃうと、はい、法律に違反するということにもなってしまうんで、人間だからやっぱり物を売りたいですから、はい、こんないいことありますよって言っちゃいますよね、はい、で、まあ、そのまま本当のことであっても言いようによったら、これはもう法律違反ですということになってしまうんで、はい、だからそれを守るにはもう完璧な説明だけしか出せないんです。こうこうこうでこういうふうに体に影響を与えてますまで、それでよってこういう効果がありますは、効果がありますと言ったらダメなんですよ。ダメですね、はい、正直です。本当にすごく正直でいらっしゃって、でも それでその体験が伝わるだけで、そんなやっぱ会社がやっていけるぐらい売れると思いました？いや、最初はもう半信半疑だったんですけど、やっぱりもう、はい、買った人が気に入って、まあ、どんどん紹介してくれてるんで本当にありがたいんですけどね。でも会社が維持してると思ったら一人の人が一人紹介したぐらいじゃ、そんなんではダメですもんね。ダメですよね、やっぱそこそこはやっぱり出ないとダメですよね、はい、これセルパワーって言うんですけどね、このセルパワーのお名前の由来を教えてください。セルパワーっていうのは、まあ、細胞の力、これを、はい、まあ、英語にしたものなんですけど、はい、まあ、元気な細胞の維持をお手伝いすると、はい、そういう機会になるんですよね、はい。僕もねさっきねちょっと体験させてもらいましたけどね、もうちょっと眠たくなるような、まあ、そんな気持ちのいい、セルパワーでした。ということで佐々木社長ありがとうございました。ありがとうございました。 I think you will understand. Tomorrow I will miss you. All my loving to you. Send all my everything, oh my love, I will send to you. I think you will understand. Tomorrow I will miss you. Oh.Send all my loving to you. Heart, heart, gift for you. Heart, heart, gift.
to you